魔術師の会議。酔っ払い騒ぎがあってから2時間ほどのち、急報に接して大阪から帰った岩瀬氏と明智小五郎とが、主人の居間でこの不可解な出来事について慌ただしい会話を取り交わしていた。そのそばには岩瀬夫人とばあやとが控え、責任者の二人の書生も呼び出されてかしこまっている。 失策でした。僕はまたしても油断しすぎたようです。明智はいかにも申し訳がないという様子であった。いやいや、あなたの失策じゃない。これは全くわしが悪かったんです。娘があまり沈み込んでいるものだから、ついかわいそうになって、応接間などへ連れ出したのが悪かったんです。 油断といえばわしこそ全く油断をしておりましたよ私達も不注意でございました所詮に任せておいて安心していたのがいけませんでした岩瀬夫人も同じようなことを言うしかしそういうことは今更言ってみても仕方がありません それよりも我々は、お嬢さんがいつ応接室を出られたか、そしてどこへ連れ去られたか、その点を確かめなければなりません。明智が帰らぬ繰りとを打ち切るように言った。さあ、それですって。そこがわしにはどうも下せんのじゃが。おい、倉田。 お前たちは脇見をしていたんじゃあるまいな。お嬢さんがあの部屋を出て行くのを気がつかなかったんじゃあるまいな。岩瀬氏が尋ねると、倉田と呼ばれた書生の一人は少し憤慨の面持ちで答えた。いや、断じてそんなことはありません。僕らはちゃんとドアの方を見張り続けていたんです。それに、 お嬢さんが応接間から他の部屋へいらっしゃるためには、どうしても僕らの立っている廊下を通らなければならないんです。いくらなんでも、お嬢さんが目の前を通りなさるのを、僕らが見逃したはずはありません。ああ、うん。お前たちはそんな生意気なことを言うが、それじゃどうしてお嬢さんがいなくなったんだそれともお嬢さんは。 あの頑丈な鉄格子を破って飛び出していったとでも言うのかええどうだね鉄格子が外れてでもいたかね岩瀬氏は感情が激すると、つい憎まれ口を聞く癖があるようだ。書生はたちまち恐縮して、頭をかきながら、わかりきったことを正直に答える。いえ。 鉄格子どころか、ガラス窓さえも、掛け金を外した形跡はありませんでした。それ見ろ。それじゃあ、つまりお前たちが見逃したことになるじゃないか。まあ、お待ちください。どうもこの人たちが見逃したようにも思われません。見逃したといえば、お嬢さんだけではなくて、あの酔っ払いが応接前へ入るところも見逃しているわけです。 いくら不注意でも、二人もの人間が出たり入ったりするのを気づかないでいるというのは、どうもありそうもないことですな。明智が考え考え言った。いかにもありそうもないことです。だが、それがあったんじゃ。岩瀬氏は、なおも毒口を叩く。 明智はそれに構わず続けた。鉄格子も破れていない。書生さんたちも見逃していないとすると、結論はたった一つ。あの応接室へ入った者も,も、出た者も,もなかったということになります。うん、すると、早苗がその酔っ払いに化けたのだとでもおっしゃるんですね。冗談じゃない。 わしの娘は役者じゃありませんぜ。ご主人、あなたはお嬢さんに新しくできた椅子をお見せなすったんですね。その椅子は今日届けられたんですかそうです。あんたが出かけられて間もなく届いたんです。妙ですね。あなたはその椅子が届いたのと、 お嬢さんの誘拐との間に何か偶然でないつながりがあるようには思われませんか僕にはなんだか。明智はそう言いかけたまま、目を細くしてしばらく考えに沈んでいたが、はっと顔を上げると何かしら意味のわからぬことを口走った。人間椅子。 あんな小説家の空想が果たして実行できるんだろうか。そして彼はすっくと立ち上がると、何か非常に興奮した様子で、人々に挨拶もせず、いきなり部屋を出て行ってしまった。人々は名探偵の突飛な行動にあっけに取られて、しばらくは口を聞くものもなく、ぼんやりと顔を見合わせていたが、するとたちまち明智の駆け戻ってくる足音がして、 廊下から怒鳴るのが聞こえた。長椅子をどこへやったんです応接間に見えないじゃありませんか。まあ、明智さん、落ち着いてください。椅子なんかどうだっていい。わしたちは今娘のことを心配しているんだ。岩瀬氏が声をかけると、 明智はやっと部屋の中へ入ってきたが、まだ立ちはだかったまま同じことを繰り返す。いや僕は長椅その行方が知りたいんです。どこへやったんですかすると書生の一人がそれに答えた。あれは、つい今仕方、家具屋の職人が受け取りに来たんで渡してやりました。 張り替えさせるようにという奥様の言いつけだったものですから。奥さん、それは本当ですかええ。酔っ払いが破いたり汚したりして、あんまりむさいものですから、急いで取りに来させましたの。岩瀬夫人が、まだそれとも気づかないで取りすまして答える。 そうでしたか。ああ、困ったことをしてしまったな。もう取り返しがつかない。いや、もしかしたら、そうだ。もしかしたら、僕の思い違いかもしれない。ちょっと、そのお電話を拝借します。明智は気違いめいたことをブツブツ呟いていたかと思うと、いきなりそこの卓上電話にしがみついて受話器を取った。 君、その家具屋の電話番号を教えてくれたまえ。書生がそれに答えるのを口移しに、明智は交換手へと怒鳴った。ああ、N 家具店ですかこちらは岩瀬の屋敷です。最前長椅子を取りに行こしてくれたんだが、あれはもう君の方へ着きましたかええ。 ええ、長い椅子をかしこまりました。どうも遅くなってすみません。実は、今店のものを伺わせようと思っておりましたところでございます。受話器の向こうから、尊強な返事が聞こえてきた。ええなんだってこれから取りに来るんだって君、それは本当かいこちらではもうさっき渡してしまったんだが。 明智がもどかしそうに怒鳴り返すええそんなはずはございませんがな手前どもでは誰もまだお屋敷へ伺っておりませんのですが君はご主人かねしっかり調べてくれたまえもしや君の知らぬ間に誰かこちらへ来たんじゃありませんかいいえ そんなことはございません。まだ私は、お屋敷へ伺うことを店の者に伝えておりませんので、伺う道理がありません。そこまで聞くと、明智はガチャンと受話器をかけて、また立ち上がって、どこかへ駆け出しそうにしたが、思い直して、今度は土地の警察署へ電話をかけ、捜査主任を呼び出した。明智は、岩瀬家の客となった最初の日、 まずこの捜査主任と懇疑を結んでおいたので、この場合、それが十分役だった。僕は岩瀬家の明智ですが、例の酔っ払いが汚した長椅子ですね。あれを家具屋の名を語って屋敷から持ち出し、トラックに積んで逃げ出した奴があるんです。どちらへ走ったかはわかりませんが、至急手配をして、そいつを捕らえてくださいませんかそうです。そうです。あの長椅子です。 人間椅子、ええ、人間椅子、いや、冗談なもんですか。ええ、そうでしょう。他に考え方がないじゃありませんか。では、お願いします。僕の見込みは決して間違っていないと思います。いずれ後から詳しくお話ししますけれど。そうして電話を切ろうとすると、今度は先方から意外な報告がもたらされた。 え逃亡したそいつは非常な手抜かりですね。酔っ払いと思って油断していたうーん、それは無理もないけれど、あいつとんだ食わせ者ですぜ。黒トカゲの手下に決まっている。惜しいことをしましたね。まだ捕まりませんか何分よろしく。全力を尽くしてください。人の命に関わることだ。二つともね。長椅子の方も、水管の方も。 では、また後ほど。ガチャリと受話器の音。明智はがっかりしたようにそこにうずくまってしまった。一座の人々は異常な緊張で電話の声に聞き入っていた。そして一句ごとに、この名探偵の突飛な行動の理由が分かっていくように思われた。明智さん。 お話の様子で、大体わしにも事の次第がわかりました。わしは、あんたのご明察に驚き入りました。いや、それにもまして、賊の子の思い切った、ずば抜けた手品には、開いた口が塞がりませんよ。つまり、あの酔っ払いを装った男が、仕掛けをした長椅子の内部に隠れて、どっかでかぐやの作った本物とすり替えたんですね。 そして応接間には人間の入った長椅子が据えてあったというわけですね。そこへサナが入っていく。男が椅子の中からそっと抜け出して娘を。明智さん、あいつはまさか娘を殺したんでは。岩瀬氏はぎょっとして言葉を切った。いや、決して殺すようなことはありません。 K ホテルの場合でも分かっている通り、あいつは生きたお嬢さんを欲しがっているんです。明智が安心させるように答える。うーん、わしもそうとは思いますがね。それから、正気を失った娘を、今まで自分の潜んでいた長椅子の内部のうつろの中へ入れて、蓋を閉める。そして、あいつめ、 長椅子の上に寝そべって、酔っ払いの真似を始めたんですね。しかし、あの汚れ物。ああ、お見事です。ご主人も黒トカゲに負けない空想家ですね。僕の考えもその通りなんです。あいつの恐ろしさは、こういうズバ抜けた考え方によって、バカバカしいトリックを平然として実行する肝ったまにあるんです。 今度の着想などは全くおとぎ話ですよ。ある小説家の作品に人間椅子というのがあります。やっぱり悪人が椅子の中へ隠れていたずらをする話ですが、その小説家の口頭無形を黒トカゲはまんまと実行してみせました。今お話の汚れ物にしてもそうですよ。あらかじめそういう液体を用意しておいて、口からではなく瓶から長椅子の上にぶちまけたんです。ええ。 瓶ですよ。ほら、あのウィスキーの大瓶、あの中に残っている液体を調べたら、きっとヘドの匂いがすることでしょう。それとでも、実は昔々の西洋のおとぎ話にある手なんです。そのおとぎ話の方はヘドではなくて、もっと汚いものでしたがね。で、あの酔っ払いは、警察の留置所から逃げ出してしまったとか、 ええ、逃げ出したそうです。酔っ払いも長椅子も、おとぎ話のようにどっかへ消え失せてしまいました。明智は思わず苦笑したが、またきっとなって付け加えた。しかしご主人、僕はいつか K ホテルでお約束したことを忘れはしません。ご安心ください。命にかけてもお嬢さんを守ります。 決して取り返しのつかぬようなことはしないつもりです。どうか僕を信じてください。僕の顔色を見てください。青染めていますか心配らしい影でも見えますかそうではないでしょう。僕は平気なんです。この通り、平気なんです。明智はそう言って、にこやかに笑ってみせた。虚勢とは思えない。彼は真から微笑しているのだ。 人々は頼もしげに明るい名探偵の顔を見上げたエジプトの星宝石商霊場誘拐事件はその翌日の新聞記事によって全国に知れ渡った土地の警察はもちろん大阪府の全警察力を挙げて 早苗さんの行方捜索が行われた。デパートの陳列所でも、各省のショーウィンドウでも、駅駅の貨物倉庫でも、長椅子という長椅子が不気味な見義を受けた。神経質な人たちは、自宅の応接間のソファーにさえも、一応そこの具合を改めないでは腰掛ける気になれなかった。そうして、事件から丸一昼夜が経過したけれど、 人間爪長椅子の行方は少しも知れなかった。生きているのか、死んでしまったのか、美しい早苗さんの姿は、全くこの世から書き消されてしまったように感じられた。岩瀬氏や夫人などの嘆きは言うまでもなかった。早苗さんを基地に導いたのも、俗を見逃したのも、全く岩瀬氏夫妻の手落ちであって、 誰を恨むこともなかったが、悲しみのあまり、憤りのあまり、ついどを失って、明智探偵の不用意な外出を責めたい気持ちにもなるのであった。明智は無論その気持ちを察しないではなかった。また彼自身としても、名探偵の名にかけて、この誘拐事件に責任を感じ、取り返しのつかぬ油断を悔やまないわけではなかった。それにもかかわらず、 さすがは百戦錬磨の優勝。彼は深く心に気するところあるもののごとく、少しも狼狽はしなかった。岩瀬さん、僕を信じてください。お嬢さんは安全です。必ず取り返してお目にかけます。それに賊の主張にあっても、お嬢さんは決して危害を加えられることはありません。あいつらはきっと、早苗さんを大切な宝物のように扱っているでしょう。 そうしなければならない理由があるんです。少しもご心配なさることはありません。明智は岩瀬氏夫妻に、繰り返し、繰り返し、こういう意味のことを言って慰めた。だが、明智さん、取り返すと言っても、娘は今どこにいるんですかね。あれのありかがあんたにわかっているとでもおっしゃるのかね。 岩瀬氏は、またしても例の毒口を聞いた。そうです。分かっていると言ってもいいかもしれません。明智は動じない。うーん、じゃあ、なぜそこへ取り戻しに行ってはくださらんのかね。見ているとあんたは、 昨日からまるで警察任せで何もしないで手をつかねていなさるようじゃが、そんなに分かっていれば早く適当な処置を講じてほしいものですね。僕は待っているんですよ。えー、待っているとは。黒トカゲからの通知をです。 通知をそれはおかしい。賊が通知をよこすとでもおっしゃるのかね。どうかお嬢さんを受け取りに来てくださいと言って。岩瀬氏は憎まれ口を聞いて、ふふんと鼻先で笑ってみせた。ええ、そうですよ。名探偵は子供のように無邪気である。 あいつはお嬢さんを受け取りに来いという通知をよこすかもしれませんよ。ええあんた、それは正気で言ってなさるのかなんぼなんでも、賊がそんなこと明智さん、この場合、冗談はごめんこむりますよ。宝石王が苦々しく言い放った。 冗談ではありません今にきっとお分かりになりますよああひょっとしたらその中に通知状が混じっているかもしれません彼らはその時例の早苗さんの誘拐された応接間に滞在していたのだがちょうどそこへ書生の一人がその日の第三便の来館をまとめて持ってきたのであったこの中にですか 族の通知状がですか岩瀬氏は、書生からスーツの手紙を受け取って、何をバカバカしいと言わぬばかりに、上の空の返事をしながら、一つ一つ差出人を調べていたが、たちまちハッとして、尊狂な声を立てた。いやー、これはな何じゃ。この模様は一体何じゃ。 それは上等の洋封筒に包まれた一通の手紙であったが、見ると、その裏面には差出人の名はなくて、封筒の左の隅に、一匹の真っ黒なトカゲの模様が巧みに描かれてあった。黒トカゲですね。明智は少しも驚かない。それご覧なさい、と言わぬばかりだ。 黒トカゲじゃ、大阪市内の消印がある。岩瀬氏は、さすがに商人らしい目早さで、それを見て取った。ああ、明智さん。あんたには、これがどうしてあらかじめわかっていたんです確かに族の通知状じゃ。うん、これはどうも。 彼は勘に耐えたように名探偵の顔を見つめている。怒りっぽい代わりには機嫌の治るのも早い老人であった。開いてごらんなさい。黒トカゲは何かを要求してきたんですよ。明智の言葉に岩瀬氏は注意深く封を切って中の諸感線を広げてみた。 何の意味もない純白の用紙である。そこに下手な書体で、なんとなくわざと下手に書いたような書体で、次の文句がしたためてあった。昨日はお騒がせして恐縮。お嬢さんは確かにお預かりしました。警察の捜索からは絶対に安全な場所におかくまいしてあります。お嬢さんを私からお買い戻しになるお気持ちはありませんか もしそのお気持ちがあるのでしたら、差の条件によって、商談に応じてもよいと考えます。代金、ご所蔵、エジプトの星一個。支払い期日、明7日、正午後5時。支払い場所、T 公園、通天閣頂上の展望台。支払い方法、岩瀬昌兵氏単身にて、 右時間までに通天閣上に原品を持参すること。右の条件に少しでも違廃したる場合、またはこのことを警察に告げ知らせたる場合、または原品授受,受の後、私を捕獲させようとしたる場合は、令状の死をもってこれに報いること。右の条件が正確に履行された上は、その世のうちにお嬢さんをお宅まで送り届けます。 右、キーを得ます。ご返事には及びません。明日、所定の時間、所定の場所へおいでなき限りは、この商談不成立と認め、直ちに予定の行動に移ります。以上、黒トカゲ、岩瀬正兵衛様。これを読み終わると、岩瀬氏は東枠の色を浮かべて考え込んでしまった。 エジプトの星ですか明智がそれと察して尋ねるそうです困ったことになりましたあれはわしの私有にはなっているが国宝とも言うべき品物で忌まわし賊の手などに渡したくはないんです非常に高価なものと聞いていますが 時間二十万円です。だが、二十万円には変えられない宝です。あんたは、あの宝石の歴史をご存知ですかええ、聞きを読んでいます。この国最大最期のダイヤモンド、エジプトの星は、南アフリカ産、ブリリアント型、三十幾くカラットの宝玉であって、 その名の示すごとく、かつてはエジプト王族の宝庫に収まっていたものだが、それが欧州諸国の後期の方々の手を渡り渡って、第一次大戦当時、ある事情から宝石商人の手に移り、それがまた転々して、つい数年前のこと、岩瀬商会パリ支店の買収するところとなり、現在は大阪本店の所有となっている。 由緒の深い宝石じゃ、わしはあれを命から二番目ぐらいに大切に思っております。盗難についても用心に用心を重ね、その宝石を収めてある場所は、わし自身の他に、店員はもちろん、家内さえ知らないのです。すると、つまり俗にしては、一個の宝石を盗むよりも、生きた人間を盗み出す方がたやすかったというわけですね。 明智はしきりに頷いていてるそうです。エジプトの星は、たびたび盗賊に狙われた。そのたびごとに、わしは賢くなったんです。そして、とうとうその隠し場所をわしだけの秘密にしてしまった。どんなに偉い盗賊でも、わしの頭の中の秘密を盗むことはできませんからね。しかし、 その苦心も今は無駄じゃ。さすがのわしも、娘の身の代金として宝石をするという手には少しも気がつかなんだ。明智さん、いかなあ宝物でも人間の命には変えられませんわい。残念じゃが、わしは諦めました。宝石を手放すことにしましょう。岩瀬氏は、 青ざめた顔で決意の程を示した。それほどのものを手放すことはありませんよ。なに、こんな脅迫状なんか黙殺しても構わないんです。お嬢さんの命に関わるようなことは断じてありません。明智が頼もしく慰めても、一徹の岩瀬氏は彼の言葉を信用しない。 いやいや、あの恐ろしい悪党は何をしでかすか知れたものではない。いくら効果とはいえ、たかが好物です。好物などを惜しんで、娘に万一のことがあっては取り返しがつきません。わしはやっぱり、俗の申し出に応ずることにしましょう。それほどのご決心なれば、僕はお止めしません。 一応敵の企みにかかったと見せかけて宝石を手渡すのも一策でしょう。僕の探偵技術から言えばむしろその方が便利なんです。しかし岩瀬さん、決してご心配なさることはありません。僕ははっきりお約束しておきます。お嬢さんもその宝石も必ず僕の手で取り戻してお目にかけますよ。ただちょっとの間、あいつにぬか喜びをさせてやるだけです。 明智は何の頼むところあってか、自信に満ちた力強い口調で、事も投げに言い切るのであった。